ありがとうございます。団長どこです？団長を見なかったか？仕方ない、貴殿だけでも。戻ったぞ。悪い、前の任務が長引いてな。おお団長、大変です。礼拝堂のあたりに魔獣の群れが現れたと知らせが。そんなバカな話があるか。城郭が破られたって報告は聞いてねえぞ。だから急ぎ確認に向かおうと。団長も行きますよね。当たり前だ。礼拝堂は俺とこいつが警戒と調査を命じられてた場所なんだよ。妙な話だが、その前に複数の生徒が礼拝堂の方に行くのを見た者がいるのだ。どうも様子がおかしかったらしいから、正気ではなかったのかもしれん。で、それより数刻後、魔獣がゾロゾロ現れたという話なのだ。魔獣が外から侵入したはずはねえ。もしかすると、まあ今は考えるよりも行動だ。お前はすぐに学級のガキどもを招集しろ。ったく、お前に話があったんだが、落ち着く暇もねえな。まあ別に急ぐ話でもねえ。俺は先に行ってるぞ。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。あら、ありがとう。感謝いたしますわ。確かに魔獣どもが嫌がる。出所は礼拝堂と見て間違いねえだろう。俺は礼拝堂に向かう。お前らは逃げ遅れた生徒たちを保護してやれ。助けてくれ。魔獣が、魔獣が、キャー、誰か来て。魔獣め、こっちに来るな。ぼちぼち動くか。ありがたいね。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。おら、隙だらけだよ。魔獣の正体は生徒だったか。しかし何だってこんなことが。ありがとうございました。逃げ遅れた友達も無事でしょうか。焦らず戦おう。そうさ、行けますよ。私に任せてください。
体に石みてえなものが。その調子よ。悪いが諦めるこったな。おっとこれは。
獣を相手にするとは、礼拝堂に行くのも簡単じゃねえな。私にだって伸び悩む時期はあるさ。怖かったよ。絶対お礼しますから。厳しいな。誰か援護してくれ。最後まで飽きなきゃいいけど。冴えているね。すみません、危ないところでした。すごいです。助かった。ありがとうございました。
礼拝堂には何の痕跡もねえか。だがルミール村の件と無関係とは思えねえ。おそらく奴らが。待ってください。ああ、まだ逃げ遅れた生徒が残ってたか。さっさと戻んな。はい。うざいんだよね、おっさん。私の素敵な計画を邪魔してくれちゃってさ。さっさと戻んな。はい。果たしてもらわねばならぬ役目があるのでな。すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。初めて見るお前の涙が俺への手向けとは、嬉しいやら悲しいやら。